セバスチャン。じゃあアンさんはこっちで寝そべって。ああ、なんというつぶらな瞳、柔らかな耳。しまった、トラは猫科だ。見たことのない鮮やかな縞模様、とても愛らしい。おや、少々爪が伸びすぎているようですね。お手入れをしなくては。肉球もふくよかで、とても魅力的ですよ。あ、ベティ、そいつを離した。彼女に罪はありませんよ。あまりの愛らしさに私が思わず失礼してしまっただけ。それにむやみに鞭を振るうだけではしつけはできませんよ。ベティ、ベースだ、ベ。おやおや、おてんばさんですね。誰があそこまでやれと言った。申し訳ありません。長い間生きていますが、猫だけは本当に気まぐれで気分が読めませんね。だいたい必要以上に目立ってと。チッ、お前、僕が猫アレルギーなの知ってるだろ。離れて歩け。あ、